トランシルバニアのヨーロッパでの位置。トランシルバニアはルーマニア中部、北西部の歴史的地名。地理の位置としては東ヨーロッパ西部から中央ヨーロッパ東端部に属する。東にはカルパティア山脈、南にはトランシルバニアアルプス山脈が横たわる。北はウクライナ、西はハンガリー、南西はセルビアに接している。主な都市はクルジュイコールナポカ。 ブラショブ、シビウ、トゥルグムレシュ、アルバユリア、ビストリツァである。歴史的な競技のトランシルバニアは、マラムレシュ、サトゥマーレ、ビホル、アラド、キミシュ、カラシュセベリン地方は含まれない。オーストリア直轄時代には、サラジュ地方も含まれていなかった。ハンガリー時代のトランシルバニアと、ルーマニア時代のトランシルバニアはわずかに範囲が異なり、県の境界線が変更され、 西部の一部が、モルダビアに組み込まれた。トランシルバニアという名前は、1075年、ハンガリー王国の中世ラテン語文書にテラウルトラ、シルバムと言及されているのが最古で、12世紀には、パーテス・トランスルベイン、さらに、トランシルバニアと変化したものとされている。ハンガリーの歴史家によれば、これはハンガリー語のアーデュイルを直訳したものであり、ハンガリー語での呼び名、 エルデイもここに由来するとされる。これは、ハンガリー大平原から見て森林に覆われたアプセニ山脈の向こう側に位置していることを指すものだと考えられる。ルーマニア語ではトランシルバニア、またはアルデアル、ハンガリー語でエルデイ、トルコ語でウルドル、ドイツ語でジーベンビュルゲン、スロバキア語でセドモフラツコ、ポーランド語でセドミョグルトとなる。ジベンビュルゲンは、 通俗語源によって、七つの要塞と解釈され、スラブ系言語に訳されたりトランシルバニアの文章にも取り入れられてきたが、実際はシビウシの古名に由来し、シビムハ藩の都市の意味である。となると、ハンガリー語のセベン、ルーマニア語のシビウと何ら語根が変わらないことになる。このように一部の地域の名前や都市名が、全体の地名となった例としては、他にはルクセンブルクがある。 ルーマニア人8割、ハンガリー人2割。第一次世界大戦前は、ルーマニア人が6割程度。ドイツ人が1割ほど居住していたが、第二次世界大戦後に追放された。県と主な市町村は次の通り。すべての市町村にハンガリー語、ルーマニア語の名前があり、ドイツ人が様々な理由で移住したため、ドイツ語の名前を持つ市町村も多い。ありがとうございます。